かんやもん。いや見てない、たまたま正面にいらっしゃいますから。そういうふうにいただき、何もうのっけから攻撃的やな。攻撃はしないですよ。びっくりするわ、さっきはなんかえらい優しいな、ふっきり優しいなと以前ね、あの人たちだよなあ、名前何やったっけ。中子です。中子ちゃんやな、はい、中子ちゃんが体調悪いなったらもう急いでもう病院に連れてったと。そうですね、ね、はい、でもう砂糖水作ってちょっと舐めさったり。そうです、そうです、ね、もう半泣きなりながら解剖したという、ね、はい、話してたのに、結果でかっちゃってたと思ってこんで。そのさんにおしゃべって、その谷本さん、榊原さんの、その
でもね、こう、もう絶妙な間でこう、いろいろ言ったりしますけども。ほんで、今日の新聞見たら、糸井君のトークショーもえらい盛り上がったと。はい、そうですね。想像できへんやん。いや。だって僕らインタビューしても1行しか感じてへんねん。それもどんどんこう成長して、時々2文字はね、はいしか言えへんねん。聞いておいてるわけじゃなく、もうね、これあとはニコッと笑ったりするわけよ。ラジオのインタビュー困る。そうありますね。テレビだったらまだしもね。そうやってね、ファンの方々とすごく距離が近くなって、そのままで会話できるようになったね。
もう何ロックバンドのメインボーカルみたいな格好して、ああまあビーねビーチやってるけど、もし僕があの感じだったと思ってね、はいはい、だから笑っていやいやいや、笑って堂々と走ったらあかんって思ったら、何ももうこっちの顔があったんじゃない、開いてて、ね、口も大口開いてね、いやまあなんかそれは似合ったと似合わない人いますから、ガンジャガンジャなってお願いしますね、はい、あのなんとなく富山さんとこの心境の変化と分かります、来週に向けるそのギアのところが伺えたかなと僕は思ってます、なるほど、はい、で続いて月曜日ですね、ハロウィンウェッのホテルで農会が行われましたね、はい、毎年恒例のモルコールでは中止となりましたが、選手たちは温泉でゆっくりしましたね、で農会ではファンフェスで推薦された鶴岡選手の選手会長主任、あと副会長に武田正治君の小屋の、ね、あと会計が大野宮城、さらに特別アドバイザーに小木哲也、ああ哲也さん主任が発表されましたね、宮城と武田で2つに、もうそれぞれのフォームでチームで活躍しましょうというね、はい、いいポジションですね、これケッペルが役員、まあ、アドバイザーというのはこれどうなんですか、僕は、ね、まあ、ここ選手団役員会長もやったことあるんですけど、初めて、うん、っていうのはね、外国人で信用だけをやっぱ地獄に帰ってきたりするし、そうですね、なかなかね、そのオフシーズンの活動も一緒にできないんだけど、はい、でもファイターズの選手、よくコミュニケーション取れてるなと思ったのが、まあ、今年の開幕でね、ケッペルさんがとマイクを持って、みんなの前にメッセージを送ってくれました。日本のコルタ、日本のコルタ、日本のコルタ、なるほどね、まあ、どういうふうな、まあ、アドバイザー、アドバイスをして、ただ、ね、ファンが楽しみです。